ソフトバンク、王貞治球団会長、8人、が11日、亡くなった村田兆治さん、享年7人、を偲んだ、球団を通じて、ホークス監督時代に3年間一緒にやってくれましたが、随分と苦労をかけてしまった。最近でも離島の子供たちに元気に野球を指導していたので、まさかこんなことになるとは思わなかった。ご冥福をお祈りします。とコメントした。村田さんはこの日未明、自宅火災により死去。現役時代は、まさかり投法を武器にロッテのエースとして長く活躍し、通算215勝を挙げた。95年から3年間にわたって大英、現ソフトバンクの一軍投手コーチを務め、当時の王監督を支えた。ネットの声、現役時代の村田投手は残念ながら時代的によく存じ上げないが、引退後の OB 同士が披露する試合種のでのピッチングには、度肝を抜かれた。50代を超えてからの、あの迫力あるまさかり投法から繰り出す 140km、H 近くの剛速球、現役時代の一郎選手とさほど変わらない。これには、折った曲げ、よほど、日頃精進していないとこれだけのスピードは保てないだろう。さぞかしストイックな生活があったのに違いない。それだけにあの不幸な事件は、彼の誇り高い自尊心をことごとく傷つけたものだろうと想像される。一部のテレビではよほどひどい暴力を振ったかのように面白おかしく報道されるが、両腕を後ろに回し胸で押しただけという本人の弁もあるようだ。これを果たしてと暴力だと言われれば、人それぞれと言えるのだろうか。あの騒動のマスコミの取り上げ方で心を病んでいたなんてことでなければ良いのだが、ただの事故であってほしい。サンデー兆治なんて言われる前から、日曜日に NHK の放送がある時はロッテの先発は村田と相場は決まっていた。ある日、近鉄とのデーゲームのテレビ放送で、鈴木啓司との意地の張り合い、9回終わっての見応えのある試合にテレビの前から離れられなかったことを、中学校でピッチャーとして鍛錬を重ねていた時に見ました。今で言えば佐々木と藤浪が対決して三振の山を築くみたいなもので、ちょっと見られないものだった。今回の火事との因果関係は未だ定かではないが、なんとも痛ましい出来事ではある。ご冥福をお祈りしたい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。